こんばんは、鹿の間です。今週も1週間せーのお疲れ様でした。クレカの引き落としにより月末ということを知りまして、早すぎてびっくりしてます。ということで今宵はですね、今月のお気に入り紹介10月編やっていこうと思います。あっという間すぎる。結構もう秋というよりも冬仕様のアイテムが増えてきたかもしれません。結構ね QOL 爆上がりするアイテムとかも今月は買いましたので、ぜひ参考にしてほしいなと思います。それでは早速始めていきましょう。本日もゆっくり鹿の間でお過ごしください。それでは早速始めていこうと思うんですけど、まず一つ目がですね、ツイッターでバズってたやつです。すぐに買いました。仕事で出張が多い方、旅行好きな方、遠征にねよく行く方とかですね、すごくおすすめしたいアイテムなんですが、じゃじゃん、こちらです。なんだと思います？パッと見折りたたみ傘ケースっぽくも見えるんですが、これ熱々なヘアアイロンをそのまま収納できちゃうポーチなんです。ヘアアイロン用の耐熱ポーチ、これめっちゃいいよ。それこそ私すごい東京出張が多くて、チェックアウトってバタバタじゃない？ 100% アイロンは熱い状態でキャリーに入れてます。こっちがラベンダーで、こっちがミントです。ボタンがついてまして、折り曲げるとサイズがねコンパクトになるんですよ。ストレートアイロンはこうやって曲げて使って、でコテはこのまま使うっていうのをよくやってます。こうやってポケットもついてるので、コードはねここに入れるっていうのもできるし、でちょうど今ねコテを使ってたので、こうやってそのままコテを入れて締めます。これ210度まで入れることができるそうなんで、多分ほとんどのアイロン使えると思う。これもちろん紐もね中に入りますし、こんな感じでコードはねポケットに入れることができるので、コテ単体よりは分厚さがあるので場所取っちゃうんですが、私の場合カメラとか一緒に入れたりするので、そういうものがね壊れないためにもこういうポーチって必要だなと思った。でそれこそこのサロニアのストレートアイロンとか、これは折り曲げた状態、短い状態でちょうどいいと思う。こんな感じでストレートアイロンコンパクトに収納できるので、場所取らずにね薄いし持ち歩くことができます。何に使うんだろう、もうバッグとつなげるとか。何より普通にさ私洗面所にコテバーンって置いてるんですよ。で結構見栄え悪いから、こういうポーチに入れて、なんか洗面所の端っこにこうやってかけておいたら普通におしゃれだし、すっきりして見えるから、普通に旅行とか行かなくても家にコテ置き、コテ入れとして収納しててもいいんじゃないかなって思いました。普通によく紙枕って方持っておいて損は絶対しないと思う。これね結構前から持ってたんですけど、最近なんかちゃんと使うようになって、めっちゃハマってる、毎日使ってるリップです。リップモンスターの12番。今はねなんか新しいリップモンスターが話題になってる中、私は普通のねノーマルバージョンのリップモンスターにハマってます。秋だからかすごいこの色を使うようになって、こんな感じでこっくりとした深みのある色合いで、ボルドーなの。色出すとこんな感じです。なんかねすごい深みのあるブドウのような色で、ちょっとねハロウィンとかにも使えそうなダーク感のあるリップです。私があんまりマット得意じゃないので、いつも汚くしちゃうんですよ、マットリップ使うと。だからこういうツヤ系のリップが使いやすいですね。いつもグラデーションで使うことが多い。塗ってみるとこんな感じです。やっぱねリップモンスターは本当に落ちにくい。お酒めっちゃ飲んだ日があって、その日も最後まで色ついてたし、やっぱリップモンスターの中でも濃い色の方が塗り直ししなくてもいいから、すごい良かったですね。誓いのルビー12番にハマっています。肌白く見えるよね。次のアイテムがこちらです。あすごいベタベタ。こちらメシマ製のボディ用スクラブでございます。これさロフトの動画で先月だったかいな、今月載せたんですけど、本格的にしっかりと使うようになったのは今月からで、これ良かったんですよ。これね限定の香りで金木犀なんです。動画でもね紹介したんですけど、本当にお風呂でねこのスクラブ使うとき超リラックスできるの。このスクラブはねこんな感じで、なんかちょっとねジェル状で柔らかいんですよね。こんな感じです。あねスクラブって結構硬いイメージがあったんですが、これ本当になんて言うんだろう、本当ジェルオイルみたいな感じで、全然刺激が強くないというか、肌が痛くないというか、ザラザラしすぎてないというか、なんかクリームをね塗ってるような感覚になります。でこうやってねこすっていくと、なんか白いモロモロみたいなのが出てくるんですけど、ちょっと今日は出てこないですね。綺麗ということでしょうか、拳が。でちょっとねお尻のケア頑張りたいなと思って、このスクラブをね週に2回塗ったらねツルツルになったの。今までねいろんなスクラブ使ってきたんですけど、やっぱり刺激が強いものが多かったり、スクラブの粒が大きすぎたりして、ちょっとよりね肌
が敏感になってしまったのでスクラブ避けてたんですけど、このスクラブはなんかスクラブじゃないみたい。本当に細かいスクラブなので使いやすいです。しかも匂いがいい。あと一個ちょっとこの魅力言っていいですか。なんかスクラブってこういうさ丸いケースとかに入れられてることが多いんですけど、このチューブタイプ、こうやって押して出すタイプだからいちいちすくって取らなくていいっていうのがすごい魅力だし、続きやすいって感じ。結構ズボラさんとかにもおすすめしたいかもしれないです。突っ張った感じがしない。なんでこれから寒くなる季節、乾燥する季節にもおすすめできるスクラブなんです。静電気やばい。次がですね、じゃじゃん、イニスフリーのレチノールシカリペアセラムでございます。ニキビ跡の動画で視聴者さんにおすすめしてもらって購入したアイテムなんですが、これ良かったです。出してみるとこんな感じです。結構ねデイリーでも使えるようなレチノール入りのスキンケアで、テクスチャーはこんな感じ。パッと見まあ乳液っぽいんですけど、伸ばすと意外とサラッとしているので結構不快感なく使いやすいスキンケアの一つかなと思います。そう、なんか思ったよりねしっとりとしてて保湿力もあったので、これからの寒いシーズンでも使えそうだなと思って今回入れてみました。副作用もあったりするので攻めのスキンケアとも呼ばれているレチノールと鎮静効果がある守りのスキンケアシカが合体したアイテムなんですよね。私ね肌がすごい薄いのでレチノール使うとね皮むけを起こしたりヒリヒリしたり結構副作用がひどいんですが、これはねなかった。ほんと肌質によるかもしれないので、まあねもしかするとヒリヒリするって方もいるかもしれないんですが、しかもねニキビ跡も若干薄くなった気がして、プラスね翌日の肌の張りが違う。結構ね短期間で実感できたアイテムです。ニキビ跡なくなったわけじゃないんですけど、今後ねかなり期待できるアイテムかなと思います。まあちょっと話題なだけあるなって感じで、すごい良かったです。これはですねちょっと出遅れた感じはするんですけど、ほんと買ってよかった。セザンヌのフェイスグローカラーでございます。パッと見普通のハイライトなんですが、指でねちょっとギュッて押すと見て片ついてるでしょ。すっごい伝わりづらいんですが、すごいプニプニしているテクスチャーなんです。かなりしっとりしてます。で上と下2色ですね、出してみるとこんな感じです。ゴールド系のまあベージュ系のね肌なじみのいいハイライトと、まあ、チークにも使えるような赤みのあるハイライト2色が入っています。見てすごいナチュラルなツヤ感じゃないですか。ちょっとこのチークカラーを塗ってみようかな。いつもね2色とも使うんですよ。チークの上からこの赤い血色系を入れて、でハイライトはいつも通り鼻筋に入れたり。可愛くないですかツヤ感。ここに塗ったらツヤ感伝わるかな。見てこの自然な色、本当に肌の色に馴染むの。だからパッと見こうやって光当たらなかったら普通のベージュなんですけど、光に当たったら自然なツヤが生まれるっていう。これからのね冬は乾燥したりもするので、こういったしっとりとしたハイライトっていうのは大活躍するんじゃないでしょうか。てな感じでこのままプチプラ新作いくんですけど、じゃじゃん、キャンメイクマシュマロフィニッシュパウダーのレザー調の限定のアイテムゲットしました。これもね最初見つからなくって、最近やっと見つけたんですけど、このね一番のカラーがなかったんですよ。これ4色カラーが入ってて、肌トーンを上げながらも肌色をね補正してくれるっていうパウダーになっております。でこれがね、まあ、普通の付属のパフなんですけど、なんかブラシみたいなのが別売りであって、私それをねまだゲットできてないので、ちょっと見つけ次第買いたいなって感じなんですけど、これもですね本当にモテ肌になるようなセミマットでふんわりもっちりサラサラ肌って感じになりますね。これはねちょっとデパコス級なのではないかと、かなり私の中で話題になってるアイテムでした。ツヤはね完全に消えるっていうわけではなくって、本当にセミマットな肌感になる。でもしっかりとねマスク崩れもしにくくなるのでおすすめです。続いてが学生さんとか仕事すごい頑張ってる方におすすめしたいんですけど、じゃじゃん、タリーズのミルクティーです。ねえちょっとみんな飛ばさないで、これめちゃくちゃ美味しいんだって。これ私予定の合間とか予定の前とか絶対にタリーズ行くぐらい大好きで、まあ、タリーズね全部好きなんですけど、ミルクティーめっちゃ美味しいの知ってます？ミルクティーがめちゃくちゃ美味しいんですよ。で最近ねちょっとバタバタしててあんまりねタリーズ行けてなくって、で私のねタリトモがいるんですけど、そのタリトモから紹介してもらったのがこれ。これスティック状の、まあ、お粉のねミルクティーなんですけど、こんな感じで5個入っています。これ私 Amazon で購入したんですけど、結構何箱かセットで入ってるやつ買いました。仕事終わってテレビゆっくり見るときとか、マジでね簡単に作れるんで、本当にこの粉と水混ぜるだけなんですよ。でホットでも飲めるしアイスでも飲めるっていう感じで、まあどんどん寒くなってくるっちゃくるんですけど、私はまだアイスを飲んでて、アイスがね本当に美味しい。編集
習中ね、これ2つ飲んじゃうぐらい好きで、もうなるべく1日1杯って決めたいところなんですが、あまりに美味しくてもう1杯って感じで飲んじゃってます。なんかこういうのって牛乳入れないと美味しくなかったり、なんか粉っぽくなったりしちゃうことが多かったんですけど、結構本格的、タリーズのミルクティーだと思った。ちょっとミルクティー好きに届けっていう感じで、結構ね1日の癒しご褒美タイムになってるので、ぜひまだ知らない方、飲んだことない方、飲んでみてください。おすすめですこれ。で次がラストになるんですけど、こちらヌル乳酸菌ももプリウロイバリア乳液でございます。スキンケアの中で私結構合わないものが乳液なんですよ。どんな乳液塗っても朝はパリパリになってるっていう。だから私は乳液をねめちゃくちゃ塗りまくりたいの。けど私のね肌に合う乳液が結構高いものしかなくって、リピートするのがすごい大変で、これなんと1000円以下、マジで安い。しかもさ、桃の香りがするんですよ。最高じゃない？ビタミン C 誘導体とヒアルロン酸、ビタミン A と E が入ってて、保湿成分もしっかりあるし、ベルガモット果実エキスっていって毛穴を引き締める効果っていうのもあるんですよ。でこれパッケージと名前もそうなんですけど、モモセラミドっていうのも入っているので、これが保湿美容成分になるんですよね。だから結構保湿成分がたっぷりと入っている乳液です。なんかプチプラのアイテムでここまで私の肌に寄り添ってくれる、保湿してくれるアイテムってなかなかなかったんで、しかも成分にもすごい大満足ですし、まあ、ちょっとねアルコールが入ってたりするので化粧水と一緒に使ってるんですけど、ちょっとね乾燥ひどい時はピリってすることがあるけど、今んとこ荒れたりはしてないので、とりあえず使い続けてみようっていう感じでこの化粧水も一緒に使ってます。でも日々の肌の水分量っていうのは絶対上がってる気がして、これからのね季節お世話になりそうです。パケ感はいいし香りもいいし、結構ね夜のスキンケアがね楽しみになってますね最近。これおすすめです。というわけで10月のお気に入り紹介やってきたんですが、いかがでしたでしょうか。ほんと昔に比べてコスメの量減っちゃったかもしれないんですけど、ほんと欲しいものがね厳選されて、よりコスメ好きが増しましたね。結構癒しのアイテムだったり、生活の質をね上げてくれるアイテムっていうのを最近はいろいろ探しているので、何か皆さんも今月のお気に入りありましたら紹介していただけると嬉しいです、コメント欄で。それでは今日はこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。